はい、皆さんこんにちは。そしたら今日はですね、条件付き等式の証明っていうお話をしていきたいと思います。前にやったのは、等式の証明ね。2a に乗プラス bc イコールニャンニャンニャンお示しなさい。じゃあ、こっち側整理やったり、こっち側整理やったりとかしながら、左辺引く右辺を計算やって、頑張って頑張って頑張った結果0になったらお前らの勝ちね。っていう、そんなゲームをしていたのが前回の等式の証明っていうお話です。でも今回は、条件付き、こんな風に何とかの時っていう風な条件がついてきます。この時、この等式が成り立つことを示しなさいっていう風な問題なんですが、条件付きのこの条件。条件ポイントです。条件は文字を減らす道具だというふうな認識でおってください。文字を減らす道具なんだというふうに考えましょう。ちょっと文字減らしてみますね。すごく簡単なのでいくで、いきます。 a たす b たす c イコール0なんだから、 c はマイナス a 引く b ですよね。これを代入すると、今この等式を証明したいので、ここに代入やったらこのイコール書いてしまうことなんで、ね、このイコールを書いてしまった瞬間に君らは×で0点です。分かってますね。このイコールは証明してイコールって言わなきゃいけないやつから書いたらあかんで、だからこう書きますね。左辺引く右辺イコール、これ0って言いたいんだよね。でも絶対書いちゃいけないよ、最後に言わなきゃいけないんだ。 OK、 左辺引く右辺イコール計算すると 2a の2乗プラス bc 引くb 引く a と c 引く a ですね。うん。だけど、今書いた c っていうのは、本臨在使いません。文字を減らす道具、つまり c は代わりにマイナス a 引く b を使います。というふうに先制したわけですから、2a の2乗を、プラス b かけるマイナス a 引く b というふうに、c の部分をマイナス a 引く b にすり替えてやるわけ。そして、後ろの部分は、b 引く a がおるけど、ほら、c の部分、ここがマイナス a 引く b にすり替えてやろう。で、引く A というふうにしましょうと。こうすることで、この結論をちょっと見てほしいんだけども、ここ見てください。この式見てください。さっきまでさ、A とか B とか C の式だったのに、今、C イコールマイナス A 引く B っていうのを代入することによって、C が消去されたの分かりますか？こんなふうにして、条件式っていうのは、文字を減らすツールとして使ってあげなさいっていうことですね。あとは文字さえ減らせれば、簡単に計算ができて答えに至れるはずです。マイナス AB、マイナス B の2乗。そして、ここ順番に行くと、マイナス 2A 引く B ですね。マイナスくくり出して、2A プラス B にしておいて、前のマイナス、だからプラスにしとこう。プラスにしとこう。はい。で、展開をしていけばいいんだから、2AB、プラス B の2乗。次、マイナス 2A の2乗。で、マイナス AB ですね。という形になります。ってことで、あとはゆっくり計算をしちゃったら0になるはずやな。はい、2a の2乗が消えちゃって0と。で、b の2乗もここで消えそうですね。消えちゃったと。で、2ab とマイナス ab マイナス ab で、やっぱりこれも相殺して0。よって、イコール0となり、示された。はい。で、終了となります。条件式は文字を減らす道具なんだ。まあ、そんな風な認識で一応解いてみてください。